はい、どうも、今回はこの SH モンスターズゴジラ2001ヒートレイバージョンを開けてみたいと思います。で、これは、ですね、この劇中で、これなんか夜のシーンだったかな。キングギドラとバトってる時にの、ゴジラを再現したものなんですが、なので、こう、夜といえば、よくゴジラ映画だと青い光がバーンって光って口からバーッと吐く過程があると思うんですけど、それをこう塗装だけで再現している感じでございます。はい、じゃあ開けます。ほっ。ガシン。こちらが中身となっております。じゃあここを外してみますか。結構こう箱で見た塗装のイメージと実際この目で見るイメージがだいぶ違います。へえ。かなり白っぽいんだね。なんかもっと青っぽいのかと思ったけど。へえ。ほいほいほい。顔ですね。特徴的な白目が怖いやつで、口を開けるとこう青い、ベロも青いね、こう青いのが出ております。で、肉眼で見ると若干なんかビジュアル系のバンドの人みたいに見えたりします。もうちょっと顔が、こうか。こうやればいいんだ。口の中はもうこんな感じで、真っ青ですね。真っ青となっております。ちなみに、ブルーハワイのかき氷でも食べたんでしょうか。はい。特に他のエフェクトパーツもついてなくシンプルで、でもクオリティはかなり、いい感じですね。ネッカよりかはちょっとコストパフォーマンスは悪いですが、クオリティはとっても良い感じとなっております。何？発光をこう表現するのって結構難しいよね。だから、まあ、通常よりちょっとこの黒いところも暗さが出すことによって、まあちょっとナイトバージョンを表現してるのかな。なんかあってね、ナイトバージョンの、バトラーの正中とか、バトラー正中もナイトバージョン確かあったと思うんですけど、こう、ね、これをこうフィギュアでこう表現するのもすごいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。